こんにちは。キープディスタンス滝野チャンネルの滝野です。今日は8月28日月曜日ですね。また1週間の始まりですが、昨日の日曜日、お金のかからずできるところからというところで、コンプレッサーのエアコンのコンプレッサーのマグネットスイッチが負荷状態の時ですね、負荷状態というかドライブとかに入っている時に、入り切りを繰り返すという症状が出てたの で、無負荷のニュートラルの時は全く問題ないんですけれども、こうやって信号待ちしている時ですね、今こう見ていただいて気にはならないぐらいまで、なってきてるんですけども、まずはできるところからということで ISCV を、昨日清掃いたしました。アイドリングスピードコントロールバルブですね、ボンネットの中にあるやつですけれども、外して、優しく拭いてあげて、受け側の方も少し拭いてあげて、戻してという形で、でそのせいもあってね、今こうやって画像映像上は、ほとんど気にはならないと思うんですが、あえて気にすると気になる程度にまでは落ち着いてきました。ただね、やっぱりまだ頻繁に入り切りを繰り返している状況ですので、ちょっとアイドリングの安定のところを、待ってもう少し様子を見たいかなと思います。で謎の水温108度のところはですね、こうやって走っている分にはこの時間帯はね、もう3時前ぐらいでちょっとあまり気にならないんですけども、やっぱ12時、1時、2時前ぐらいっていうのは、106度、107度、108度、今日は108度まで上がらなかったですけども、水温の上昇はちょっと気になりますね。その辺は相変わらずなんですが、ここはね、ウォーターポンプをね、ささっと変えて、でダメであればラジエーターのファンモーターももう一回変えてみたり、ファンそのものも変えてみたらいいのかな、そこら辺までやってどうかっていうところだと思います。走れなくはないのでね、ちょっと様子見ながらやっていこうと思うんですが、そうこうしてるとですね、またご期待に応えて次が壊れてきてくれまして、今ちょっと映像だと聞き取りにくいと思うんですけども、エアコンのファン、ブロワーファンですね、シロコファンになってるあれがソニカの場合はこのグローブボックスの、もう今グローブボックス外してフロアに置いてるんですけども、このグローブボックスの奥に、こういう形で、シロコファンがあってブラーモーターがあるんですよね。これが、先週の土曜日からねちょっと異音がするなって思ってたんですけども、たびたび止まるようになりました。今はエアコンを一旦オフにして、入れると、なんとか回ってくれてますけどね、カラ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 っていう異音とともに、風量の調整もなんかちょっといまいちおかしいような気もするんですけども、さっきはねこのファンモーターが完全に止まってしまったのでグローブボックス外して、エアコンのエアクリーナーを取って、自分でねシロコファンを、ファンを回してそしたらまた回り出しましたけどもね、本当にもう、壊れ出すと次から次ですね。ということで、めんどくさいんですけどもそこなので、交換はなんとかできるだろうと思いますので、こればっかりはね、早急に買わなきゃいけないかなと、ファンだけ一応購入して、取り付けは自分でやりたいと思いますけれども、それまでは、止まるたんび手で
惰性をつけて回してあげるという本当何たる車なんでしょうか。でこういうのね連鎖するからねもう本当次がどこかっていうのが本当嫌なんですけども、これに負けたらね本当にもうどうしようもないので、次から次にいかに安い費用で直していくかっていうところを、やりたいと思います。確かにねあのミラバンもね20万キロの前後のところって結構次から次に、壊れたんですよね。ミラバンで変えてないのはエンジン本体、エアコンのコンプレッサーぐらいかな。それ以外はね次から次に変えてますからね、そんだけだよね。確かにエンジン本体とエアコンのコンプレッサー以外は多分全部変えたような気がするな。まあ、だからね、このソニカもオルタネーターはまだ変えてない、エアコンのコンプレッサーもまだ変えてない、逆に言うと変えたのはラジエーター水回り全部でしょ、ウォーターポンプはまだ変えてない、バッテリーはもちろんね消耗品なんで適宜変えてますけども、あとは何だろうな、インジェクターも、インジェクターは過去1回変えたか、インジェクターは1回変えたかな、変えたような気がするけど定かじゃないな。インジェクター、そうですね、夏のこのエンジンの排熱でインジェクターも結構いっちゃいそうな気がしますけどね、まあ次から次に来るんでしょうね、極力、まあ、しっかりした品質の安い、パーツを自分で取り替えて、泣き言は言わずに負けるものかということでやっていきたいと思います。多分ねここから今18万2600キロでしょ、ここから20万キロ超えるぐらいまではちょこ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 こういうの繰り返してくると思うんですよね、ミラバンもそうでしたしね、マイナートラブル的なものが結構出てくるんじゃないかなと思います。そうですね、なので、まずこのファンモーター変えるでしょ、ウォーターポンプ変える、で電動ファンを純正に1回戻す、新品に戻す、そこまでやったらもう秋にはなってるでしょうから、冬に向けてバッテリーは今のところいいから、まあそうですね、今年の冬にはオルタネーターぐらいがまた来るのかな。いやーなんか大変だな、頑張ってお金を準備しておかないと。はい、ということで皆さん今日はですね全然あのキープディスタンストークにはなってないんですけれども、ソニカ次また壊れましたっていうお話を、まあ大したことじゃないからね、笑って済ませられてますけども、なんか非常に重要な部品がいっちゃったりすると結構ね、例えばドライブシャフトが泣き出したりとかね、ゴキゴキ鳴り出したりとか、そうなってくるとちょっと嫌ですけども、まあそれでもね変えていかざるを得ないですからね、ということで、今日は、ブロワーファンモーターが、ほぼお亡くなりになりましたね。今なんとか回ってますけどね、これは、まあ、そんな高いパーツではないので、ただねこのファンモーター系ってやっぱりちゃんとしたやつ買わないと風力が足りなかったりするとね、結局安物買いのなんとかになっちゃいますんで、しっかりしたものを買いたいと思います。なかなか乗るだけで済む車ってないもんですかね。まあ趣味というか、こう仕事上致し方なくやってるような感じですよね。まあいっか。ということで、皆さん今日も一日、まだまだお仕事の方いらっしゃると思いますけど、私は今日
この後透析ですね、家に帰って準備して病院に行きたいと思います。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。キープディスタンス、滝野チャンネルの滝野でした。ではね、バイバイ。